こんにちは、アキスキッチンのアキです。今回はチヂミを作っていきます。チヂミに合ったとても美味しいソースも紹介しているので、それらに注目しながら最後まで見てください。今回使う材料です。これらの材料を使って料理を作っていきます。まず長ネギは薄切りにしていきます。このようにネギを斜めにしながら切っていくと薄切りにしやすいので、皆さんもそれでやってみてください。ニラは 2,3 センチ程度の大きさに切っていきます。ニラの存在感をこう出したいので、だいたいこのくらいの大きさで切ってください。豚バラ肉はだいたいこのくらいの大きさで切っていきます。ここの段階で豚バラ肉をバラバラにしてあげてください。それではボウルに食材を合わせていきたいと思います。薄力粉は 100g、 片栗粉も加えてください。片栗粉を加えることによってもっちりとした仕上がりになります。水が 150cc、 卵が1個、塩コショウも加えて混ぜましょう。ではここに食材を加えます。お肉も加えちゃってください。はい、これで混ざり終わったので、あとはこれはもう焼くだけで仕上がります。焼く前にタレを作っていきたいと思います。醤油が大さじ1、酢が大さじ1、砂糖が小さじ1、ごま油が小さじ1/2、よく混ぜていきます。はい、これでタレの完成です。それでは焼いていきたいと思います。まずごま油を敷きます。フライパンが温まってきたので、こちらの混ぜ合わせたものを加えていきたいと思います。火加減は強火で一気に焼き上げるのをイメージして作っていきます。弱火だとカリカリっとした食感になりにくいので、表面がカリッと香ばしくするためにも強火で焼いていきます。で、焼いてる時にお玉でこのように押さえつけながら焼くと、より表面がカリッとした食感を出すことができます。火が通ったので裏返したいと思います。このようにフライ出汁を使うとより簡単に裏返しやすくなります。はい、あー疲れた。まあまあなんとか裏返すことができました。で、裏面も引き続きこのように押し付けてカリッと焼き上げます。それでは焼き上がったので盛り付けていきたいと思います。はい、完成しました。それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。もうこれをね、これタレつけちゃって、うわうまそう。それでは食べたいと思います。うわうめ、特製のタレがもうマッチしててすごい美味しい。しかも強火で一気に焼いたので、カリッとした食感があるすごく美味しいチヂミを作ることができました。あと片栗粉も加えてあるので、カリッとした食感の中にももっちりとした味わい深い料理に仕上げることができたと思います。皆さんもチヂミ美味しかったので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。今回作ったチヂミのレシピを概要欄に載せておくので、皆さんぜひ作ってみてください。この料理以外にね、何か作ってもらいたい料理とかリクエストがあったら教えてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。